長の野望新生、はい、信長の野望新生やっていきましょう。まあ北に向けて一気化成に押してる。おお、勝頼だ。勝頼かっこいいね。押してるとこですね。で、津川城ゼロは危なくね。これゼロ危ないよね、明らか。ちょっと待ってよ。マリアツ。ここマリアツだったよね、確かね。これか？これだよね。マリアツさ、このマリアツ読み方わからないんだよな。信正。正は読まねえだろ。ね。正は無理だろ。まあその、マリアツ信正、これ、津川城開けっぱなしは、絶対にまずいんで、いかがしましょう。これは騎乗しましょう。まあ、ちょっと外れてるしね、マリアツのいるところも。で、この辺りの軍でもって、まあ、山形城の利府城を同時攻撃と行きましょうか。とりあえずこの 1,2,3,4,5,6 部隊を矢頭道民が守る山形城へと、この2部隊で岐阜、城を取りに行く。この3部隊も岐阜、これどうする？境隊、境隊はどうしよっかな。長尾が動いた時のための援軍だからね、黒川。だから、これは黒川に下げよう。何が怖いってさ、北条との外交が、まだね、親善が全然溜まってないんだよね。今、10。だから、長尾との仲介が取れないんだよね。これさ、他のね、武田あたりと外交できたらね、長尾と仲介取れる勢力が増えるからよかったんだけど、まあ、できないもんはできないでしょうがないよね、従属してるし。で、まあ、この辺の城は、まだ任命できる人がいませんよ、というところだね。はい、ということで、まあ、前回のおさらいですね。一週間経ってるとね、意外と怪しいんですよ。覚えてるかどうか。まあ何やともあれ、これ進めていきましょう。で、まず、この士官3人が来るよね。行きましょう。時秀、来すぎか。政務64が、少しだけ光る。うっすらと光を放つ。義継ぐ。宇治家義継ぐね。義継ぐと言ったら大谷なんだけどな。僕は大谷が好きです。まあでも宇治家も強いよね。精神性。お使いさあ、そして、渡り求むでね。これは強いでしょ。もう、言わずもがなみたいな強さだよね。まあ、すげえ強いわけじゃないけど。お使いするとしよう。今の千葉県には本当に、とてもありがたい人材です。いや、これ、長尾動きそうだな。ねえ。津川城に向けてさ、またちょっと今、長尾領、余裕ある感じだからね。いや、これ動くでしょう。ほぼほぼ間違いなく動くと思う。黒川城、東洋。お聞きしてくれい。だからこの太平洋側の諸城でもって、っていう感じだよね。南部領を攻めるなら。できれば動かないでいただきたい。この仲介がね、親善が40溜まるまで動かないでいただきたい。北条とも。南部動いたね。結構動いたな。兵力そんないないんじゃないの？さっきの大戦でガツンと減らしたからさ。山形リフは取っておきたい。山形リフを取ったらワンチャン洪水。やめろよ。どう？よしよし、それでいい、それでいい、それでいい。織田を苦しめろ。おぬき頼久。誰だ？あ、国衆取り込めてる。これはやっておきましょう。聞いていただけますか？と、めっちゃいいの出たよ、これ。これ、先導はしておくべきでしょ。考えがあります。これをすると、長尾がうちに来る速度を少し遅らせることができるよね。そうこうしてるうちに外交が溜まって、まあ長尾が、長尾の出陣がね、トローに終わるっていうのが、
まあ狙うべきものですよね、我らの。武将本家にめっちゃいるんだよな、組頭が。そのあたりもどん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 、てか政策でもってさ、ホロ州結成しておくべきな気がする。これを結成すれば前線の城が、前線の城っていうか侍大将になる時間が短くなるからね。だからこれはやっておくべきだと思うんだよな。投資療法とかも欲しいけどね。ちょっと欲しいもいっぱいあるけど、あ、考え整備欲しいな。楽一楽座やってこうか。ちょ、金が、考え整備やっちゃうと終始マイナスは怖いね。だから裁量権以上レベル2も欲しいけど、まあ、とりあえず楽一楽座打っとこう。楽一楽座ならば多分収入が増えることになるよね。いや、ですよね。2万。ちょっと北条どうなん。北条さん溜まってないよね。26。ちょ、ここはもう速攻防衛でしょ。4500か。依存はない。まあ少し時間を稼いでくれれば仲介取れるんだけど、いや少し時間稼げるか。さあ山形リフ夫人を始めよ。乗り込んだね。強行が始まった。城攻めを始めなさい。これ待てよ。あ、こっちも強行始まったね。そうだよね、これ方位なんてゆうちゃんのこと言ってらんないもんね。うわー、ちょっと待ってくださいよ。何これ、どのルート米沢って。待て、本当に待て。ちょっと待って、落ち着け、落ち着くんだ。あ、待てよ、朝廷なんてコマンドあったっけこれ。あれ、こんなコマンドあったっけ。これはやるべきだよね。やってみせましょう。そうだよ、だって威信をガンガンこれ高めることができるもんね。いや、津川城地形地形、北条さん、あ、やった、城を攻めようと。威風寝返り、これありがたい。波にかかった。さあ捕獲でドン、縛り上げ。おお、下月だ。下月来ねえかな。秘伝にお使いします。これ来てないな。お主には、いやーもう帰ろう。伊達を滅ぼした旧敵じゃねえかよ。そんなに使えて何になるよ下月。こっち来い。後で食いても遅いぞ。お前が食いるんだよ。さあこっから先ぞな、問題は。こっから先なんだけど、でも米がないな、さすがに。これは、こちら側の軍を、蹴散らすだけにとどめとこう。このゲームってさ、戦のやめどころわからないよね。相手もさ、どんどんこっち来ちゃうしさ、戦のやめどころ分かんなくない。あ、士官出てる。聞いてください。クワオリ、サダナガ、氷サダナガ、氷サダナガか。知力72、セーブ68だ。強いね、なかなか。力を尽くしましょうぞ。ほんと戦のやめるやめどきが分からんよな。氷サダナガ来た。もう役に立ちそうね。お使いします。津川城が危ねえ。山形も落ちるでしょ、このまま。先導失敗。ちょっと待ってくださいよ。最上義盛に流言。あ、これやっとくべきな気がすんな。待てよ、引き抜きは誰。愚心いたす。波岡は北畑だけど弱えんだよな。波岡のさ、秋の字がね、北畑秋家の秋の字でね、ちょっとやっぱ北方健三大先生のね、破軍の星を読んだ僕には響くんですよ。あれめっちゃ面白いからぜひ読んでほしい、破軍の星。北畑秋家のね話なんだけどさ、もう熱いのさ、熱い。北方小説にね、もう常につきまとうあの熱さがあるんさ。
米があんまないね。いやどうするこれ、なんかここに留めとくのもったいない気がするんだよな。これはやばいだろ津川城。待ってよ、これで北条軍と合流して黒川城からも出陣しよう。果たしてどの程度支えられるのかっていうのが甚だ疑問ではあるけど。戦となるぞ。な、止まってるな。どうした？お、なんだこれ。これどうした？動いてないね。え、なんだこれ。と合わせてくるのか、柿崎軍団と一緒に。そういうことだな、間違いなく。34、もうちょいだね、もうちょい、もう少しこらえれば合戦か。ここは合戦します。まあ少しでもね、時間を短くしたいからね。さあ敵の軒口を破壊してまあ勝負ですね。なんで軒口を放棄したんだろう相手の軍はよくわからん。これでも兵が残っちゃうからあれかな、あんまり良くなかったかな。いいよね、落ちることには違いないもんね。いや怖えー、長尾長尾が、あっぱ、そうだね、呼吸合わせてきてるね。まだっすか北条さん。34、あと1ヶ月なんだよな。よし、落ちた。南部隊これでいいんだよな、捕獲でドン。吉成重盛でいいのこれ。弱っ。お断りいたす。いや、いいよ断ってくれて構わんわ。いやでもな、頭がさやっぱいった方がいいんだよね。申し上げる。さてでだ、いやこれ分が悪いな。南部ハルマスの本体か、これ引くべきだな多分。待ってよ、引くべきか、合流すべきでしょ。とりあえず南部ハルマサーだけやれればいいんじゃないかな。こっちはなんとかなってるね、里見で。うん、なんとかなってるね。6300は来てるけど、まあそれも兵糧怪しいけど押し返せるよね、まあ、これだったらいっちゃおう。南部と戦争をやめるタイミングがわからん。直ちに騎乗するのだ。ねえ、だってこれ返しちゃったらさ、前線支えらんなくなっちゃうもんね。士官出てるね。竹の俣義綱、これ鎧着てめっちゃかっこいい人でしょ。能力クソ低いんだけど。考えがあります。そうだよね。あーでも能力低いけどそんなに低くないな。上杉家臣、あがきた州の一人。まあまあまあ、任されました。いらっしゃいませ。いや頼むぞ、竹の俣が来たね。いらっしゃいませ。忠説を尽くしますぞ。戦となる。無人を北条ちょっと時間が経つのが遅い。頼む、合戦艦になった。これはしておこう。まあまあ問題はないよね、まあ、どうしてもね、一部隊じゃこうなっちゃうよな。撤退、撤退は残念ながらできません。さらに包囲を縮め、なで切りに切ってくれてやるわ。いやこの惨劇をもって南部諦めてくんねえかな。見事壊滅、捕らえろ。さすがに捕らえらんないか。いやそんなことより長尾よな。さあ見事勝利。これで諦めてくれないんだけど、諦めてくんないんだよね。と兵糧がまかなえないんだよな。ちょっと待ってよ、この部隊こっち来た方がいいでしょ多分。どうなんだろう、千葉種富、これ兵糧減るの。あ、減るんだやっぱり。待て待て待て、お前どこ行く。まあ落ち着きなさいここにいなさい。と問題こっちね。待て、4000、これまずいでしょ。動くぞ、続け。里見が蹴散らした。いやこれ南部ハルマサの勢いに押されてるよね。一回城まで引くか、しょうがない。
里見がな。いやー追撃してね、ナバローさん。うおーっと来ちゃったよ。北条さん、まだっすか。30、まだだ。時間経つのが遅え。まあ、これやっていきましょう。承知いたした。いや、半端ないっすね。ちょっとだいぶ、ひどいことなってんだ、これ。耐えろ、頑張れ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 。1ヶ月、経つ、経った、これ。ちょっと待ってね。経ったでしょ、これ。たぶん、動くな。これで、どうだ。40。あー、救われたー。南部とは？あー、南部とも取れるんだ。あー、帰れ帰れ。はない。よし。いや、危ねえ。もうほんと半端ねえ。領土取られちゃったよ。これ、南部と長尾両面は、むちゃくちゃだろ。これさ、里見をこの城に向ければ、ワンチャン南部ハルマス引かないかな。これ、山形城に来てるんだよね。この軍が。ここでもう一回軍団を作り直しましょう。くそ。里見が。里見、あれ里見この辺にいるよね。いや、里見ここにいるわ。米沢攻撃はもういないと。あーっていうのは長尾ね。米沢じゃねえんで山形なんだ今、深刻なのは。で、この部隊を返す。これは多分関東の連中なんだよな。いやー参ったなー。北条との親善をさ、もっと親善ポイント高いやついない？でも6がマックスか。これをもっとな増やせればって話だよね。なんかそういう政策ないのかな。外交がめっちゃ上手くなるよっていう。このゲームそういうのなかったよね、確かね。なさそうですね。どうしよう。もうただただ苦しいんだけど。とりあえず里見返すか。ナンバーローさんぶつかる。なんとかならんかな、これ。なんとかなりそうな雰囲気ある？ない？できてるのは、あ、でも南部もさすがに兵糧きつくなってきてんな。動くぞ、続け。ここに出せない。リフに、あ、まあ、そこそこ出せるな。まあ、出そう。いたします。さとみが切り込んでった。引き抜き失敗。それは上々。もがみよしもり、これ待って、もがみよしもりワンチャンさ上司だったりしない？柏山明義、あのあれか、なんかガッツポケ見とるやつか。あれは違う、柏山か。あ、違うわ、全然違う人と。まあ忠誠は当然高いわな。いや、これが上司だったらすっ転んだんだけどね。そうか、まあとりあえず最上義盛の引き抜きはやっておこう。自信があります。息子の方が欲しいからね。多分そんな遠くないうちで生まれると思うんだよな。合戦か。石川貴信か。こら、でもやっとくべきな気がすんだよな。勝てるかな、石川貴信相手に。部隊数では有利だけど、あー、でも相手5000がいるのか。なるほど、バランスがあんま良くないんだね。うん、そうだね。一気火星に突っ込まれてくると相当きついけど、大浦森信。なんか大浦とさ、石川がさ、同じ戦場にいるってなんかね、不穏な雰囲気するよね。僕だけそういう感じのは。行きましょう。まあ引き込んで戦う感じだよね。まあ、いいわけはこっち。多分南側のこの部隊が進んでくると思うんだけど、アサリ隊が。まあ、そしたら引こう。どうした、時をこっちに回すか。で、いわきを北側に回そう。最初から降伏してきゃよかったね。
そうだね、オーラモリノも動かないよね最初はね。いや、うん、でもこれ対策でしょきっと。進んでは来ないはず。でその間に引き込んで石川貴信を蹴散らしてしまう。そうすれば来い来い来い、いいね、入ったね。いわきで持って軒口を狙う構えを見せて、大浦森信を釘付けにしたい。挟んでね、よし、これはここ、これでいい。動いてんな、同じように動いてんな。敵の退路へ向かうぞ。これが失踪に向かってくるとことだぞ。あのそれはなさそうかな。前方の前には物の数ではないわ。オーラ森信に対処するようにしていわきを動かそう。来るようだったら軒口を狙わせる。さあ石川貴信はもう終わりだね。こっちはどうだ、アサリも終わってるね。よしよしよし、いいよいいよ、もうそんな、とりあえずよし、混乱いった。メイドの土産に持って行け。とりあえず目の前の敵に先進しよう。さあアサリ対撤退だね。よし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 、これでいい、これで押せるぞ。まあ押し切る必要はないけどね。石川貴信も撤退。まあこれでなんとかなったかな。さあ石川貴信もここで壊滅。よし、一度休息しよう。さあ動いたな大浦森信、何するつもりだ。こっち来た、待って、獅子祭がじゃあ開こう。体力回復してないんだけど、ん、どうするつもりだこれ。次はどのように。これ失踪の方来てない、もしかして来てない。なんだこれ、不気味な動きしてる。そう来たか、待てよ。そしたら三方からの包み囲みにできないかな。アシナの方来るかな。あー失踪の方来たね。そうか、じゃあ時をこのルートで挟ませて千葉をこのルートに向かせよう。そしたら三方バサミにできないかな。これ石川貴信混乱してるから撤退できないのかぽいね。さあ撤退、混乱解けたね。まあ方位を狭め、石川貴信大浦森信ですな。よし、勝った。まあまあ、狙い通りに戦勝ったね。よかった。さあ、もう引くよね、これはね。撤退しよう。次なる手はいかに。ここまでか。で、楽一楽だレベル2。あ、ちょっとだけ収支増えたね。ありがたし。これ里見包囲してっけどさ、まあ無理だよね普通に考えてね。それでも南部ハルマさんこっち来てんだけど、もうどうなっとるこの人完全にキババーサーカーなんだけど、うん、里見これは無理だわ。日本松州取り込み完了と言ってたね。あ、侍大将1人加わった、これでけ。マジか、そんなことしますあなた。これ里見は引こう、うん、待って、今引いたよね、大丈夫ね。先導はやろう。不審いたす。あ、金なくなってきたな。問いをどう引いてください。できる。先導めっちゃ大事だぞ、こっから先。長尾もそうだしさ。いやー、2万はいかにもでかいな。行くさぞ、陣を整えよ。まあ、南部ハルマスは、なんとかなるとは思うんだよな。あ、これリフ落ちたな。我ながら
よし。ん、包囲されてる。間に合わないね、これね、リフね。陥落待ったなしだけど、陥落してね。いや、まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。それはしょうがない。本当にしょうがない。これ、ということはさ、里見義隆が帰ってきたんじゃない？帰ってきたっぽいね。里見さん。お願いします。あれ？山形が入ってない。そうなんだ。そうなのか。まあ、とりあえず任命して、これ。ああ、菅川とかだと入るんだね、黒川と。この小高城だと、ちょっと端っこに寄りすぎてんのか。なるほど。これってでも確か移動させられたよね。軍団長移動は制度改新レベル3から実行できます。はい。すいませんでした。そうか。てか、上司移動がさせらんない？もしかして。制度改新2だと、上司は移動させらんないのか、まだ。いや、もうほんと困ったな、これ。ねえ。制作よ。妨害の本当に。ここ融通聞かないのきついなぁ。とりあえず山形城に、穴沢入れる？いや、怖いな、穴沢入れんの。まあ、でも、中世青が穴沢か相馬だからね。選択肢かそこしかないんだよなぁ。片付けない。これ、有能なさ、連中はどんどん里見軍団に送り込んだがいいよね、きっと。忠誠の高い本庄にいる連中、組頭をどんどん前線に送り込むことにしましょう。忠誠やっぱ大事だもんな。ところで大名部隊の収支どうなったの？あ、プラス66か。それでも言うて、まあ、プラス収支だったらね、外交が続けられればとりあえずいいから。でも改めて大官がごそっていなくなったんで、ありがたき、まあ、それはね、任命しておきましょう。感謝いたす。妨害の喜びぞ。どうぞお任せあれ。さあ、これで果たして里見がどう支えられるのか。もう全ては里見の手腕だよな。ほんと頼むよ。できる限りサポートするから。これってもううちの軍団じゃないから。あ、でもいかがしましょう。指示はできるんだ。城に戻るのだ。とりあえず騎乗させとくか。申し訳ございません。先導失敗は痛いぞ。これ山形城も落とされちゃうな、多分。しょうがないのか。しょうがないで済ませたくないよな。なんとかして精度化しレベル3が打てればね、里見を移動してあそこも軍団に含めちゃうんだけど。維新がな、まあ、朝廷外交。あれ、朝廷外交どうなった？あ、やってない。あ、そっかそっか、移動させたからか。うちんとこの大将だと信用10上がるんだ。あ、そうなんだ。でも、多分、金がないな。あ、千葉大臣7上がるようになってる。ここは7取った方がいいような気がすんな。少しでもね、多くポイント欲しいもんね。いや、これ山形城結局取られることになるな。これ。参ったな。方針。ま、とりあえず白攻略でもって、リフを指定しとくか。ひとまず、あ、でも、そっか、これ複数城指定できるんだね。この辺りまで。お願いします。で、多分ここにね、山形城もすぐに加わることになるとは思うけどね。いや、本当に攻めた後の前線の維持がすごく難しいね、このゲームね。あ、ちょっと待って、佐渡がエレゴンやってるぞ、これ。武田が、めちゃくちゃに押してんだ。ざまみろ。本当に。長尾にはね、背筋をひやりと刺されたからね。まあ、というところで、今回は、ここまでですかね。なんか、結局、リフと山形を、せめぎ合っただけで今回、終わっちゃったね。いや、こっからでも南部との戦争、長くなりそうですね。
まあ次回以降も頑張っていきましょう。はい、ということで今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。